こんにちは、今日はですね、明るい話題が一つ入ってきました。内川誠一選手がヤクルトと正式契約するということですね。今日契約合意ということが決まりまして、11日に正式契約、ヤクルトの選手になるということで、本当良かったですね。今シーズン彼はファームで、42試合ですか、出て3割2分7厘打ってたんですが、一度も一軍からのお呼びがなく、結局はもう本当に、まあ、悪い言い方をすると飼い殺しのような1シーズンを、まあ、過ごしてしまった。ニュースなんかを見ますと、9月頃ですか、上げようとした時ちょっと数字が悪かったなんていうことも、書かれておりましたけれども、それまでの成績がですね、もう5割ぐらい言ってるような時でもお呼びがかからなかったっていうことでですね、やはりちょっとまあ、監督との、まあ、うまくいかなかった部分があったんだろうな、まあ、これはそういうことだと思いますね。まあ、それはもういいじゃないですか。こうなったからにはですね、彼のね、成績を見るとやはりもう抜群な成績残してますね。2000年にドラフト1位で、まあ、横浜で、に入ってからですね、もうずっと良くて、2008年に首位打者、そして、10年間横浜でプレーした後ソフトバンクに行くんですが、ソフトバンクの1年目、ここでもですね、2011年に首位打者を取ってる、素晴らしいですね。そして、通算成績も7161打数、かなり打席立ちましたね。2171安打、196本のホームラン、そして3割3厘、平均打率が3割超えるなんていうのはもう右バッターで、まあ、特にね、その足が速いわけでもない、そういう選手がこれだけの数字を残すっていうのは、これはもう本当に、トップの選手だと思います。その中にはですね、7年連続の3割を打ってるっていうこともありましたね。まあ、守備の方もうまい、ファーストやらしたらですね、ほとんどエラーしないっていうね、そういう強みも持ってます。ですから本当になんで彼がね、今シーズンゲームに出られなかったのかなって、もう今でも、まあ、ちょっと思いますけどもあ、それ言っちゃいけないんですけれど、もうそれはもう、もう忘れましょう。で、ヤクルトにね、決まった。本当ヤクルトは今ちょっと低迷してます。まあ、中にはですね、ちょっとこう、もう来シーズン39歳になる選手を今必要なのかなんていう方がいますけれども、僕は年齢なんて全く関係ないと思います。まあ、新庄がね、トライアウトに、参加して頑張ってます。彼はもう48、もう内川と9歳10歳、年上の人間がですね、ああやって頑張ってるわけですよね。実際昔はフリオ・フランコというね、ロッテでプレーした彼なんかも50ぐらいまで、50過ぎまでやりましたかね。そういうふうにできる人もいるわけです。内川も十分できる、まだその落ちぶれたっていう感じは全くしませんからね、やっていけると思います。まあ、そのベテランが来ることで若手のチャンスがそがれるんじゃないかなっていうことを懸念する方もおられますけれども、プロ野球は若いから使う、年寄りからだから使わないっていう、僕はそういう発想は全く持ってない人間です。力のある人がゲームに出るんだ、その一つのポイントだけで、やっぱり選ぶべきじゃないかなと思っています。まあ、現在ヤクルトのメンバーを見ますと、まあ、年取ってるので言うと島、雄平、坂口、この3人が37歳、そして青木が39歳、まあ、34になるのが川端、荒木っていうのがいます。全然ね、まあ、多いっちゃ多いのかもしれませんけれども、もう僕は年齢がいった人とこう接するのに慣れてしまったというか、楽天の1年目、35歳以上がですね17人おりましたよ。でもね、彼らと接するのが僕は本当に楽しくて、やはり35歳までプロ野球で、ユニフォームを着れてる人たちっていうのは必ず、まあ、野手で言えばレギュラーになってる人、そして、ピッチャーで言えばローテーションピッチャーだった人、あるいは抑えやった人、もう本当に一時代を築いた人たちが残ってるんだと思うんですね。そういう人たちっていうのはみんなプライドもありますし、やる気になればそれなりの結果を出してくれる可能性がある、僕はそういうふうに見てます。まあ、内川も今シーズン、もやもやした日を過ごしたことが多かったと思いますけれどもですね、そのこうぐっと溜まったエネルギーをですね、来シーズンまた爆発させてもらいたいなと思いますね。やっぱ内川っていう選手は必ず僕は結果を残すと思います。今一塁を守るようになるんだと思いますけれども、そうすると坂口が外野でもうきっちり、どっか一つ
ポジションを与えられるんじゃないですね、奪い取る、そういう風になっていくとですね、チーム内の競争もかなり高いレベルでの争いになっていく。そうならないとですね、やはりこの B クラスから脱却するっていうことは難しいと思います。やはりここがいないからもうあなた行ってくださいよなんていうようなチームでは、上位の戦いはできません。そういう意味ではもうどんどんいい選手はね、取れるんであれば取っとこう、そしてそこで高いレベルの争いをさせて、そこに勝ち抜いた人が一軍に行く、そしてレギュラーを取るということにならないといけないわけですね。そういう意味でこの内川のヤクルトへの加入、これはですね大きな戦力だなと思いますね。中にはですね、なんか個人主義じゃないのかとかなんとかいう方もいますけど、僕は今までずっと見てきて、特にエースと言われる人たちでわがままじゃなかった人を見たことがない。わがままが当たり前なんですよね。それから見たら内川選手なんて全くそんなわがままな選手には見えません。ある程度自分のこう考え、それを押し通したい、これはもうね、こうやって結果を残した人たちと話すると大体の人がそうです。それを抑えてチームのために頑張りますっていう人も中にはいますけれども、それはもう稀な存在です。だからそういう言ったら個性があるから僕は野球っていうのは楽しいんだと思うんですね。そういう個性の強い人たちを監督がどういうふうにやる気にさせて戦力になってもらうか、ここがですね、僕は監督の楽しみじゃないのかなと思うんですね。自分の言いなりになる選手ばっかり使っていく、そして気に入らなかったら外していく、まあ、それだったら誰でもできるんですけれど、生意気だなこいつとか若いのもいますよ、生意気な人でもね、僕は生意気な選手って好きなんです。やっぱり生意気っていうと大体自分に自信の持ってる人が多い、自分に自信のない人はどちらかというと従順にいろんな人の話を聞く人が多いんですが、生意気っていうのを悪く取らない、そしてそれを受け入れてあげて認めてあげて、その中で話し合いをして、そして、その選手にとっていい環境を与えてあげて、やる気になってもらう、そういうような、ね、方向になるべきだと思いますね。だから本当にそういう個性がある我の強い人、こういう人たちはもう見てて楽しいです。まあ、新庄が、もしかすると本当また NPB に戻ってくるかもわからないなっていうね、そういう楽しみもありますし、なんかこのゲームがなくなってこのストーブリーグはちょっと退屈するのかなと思ったんですが、これはね毎日刺激がありますね。まあ、そういうところをですね、何か感じたらまたこういうタオチャンネルを使ってですね、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。今日は、内川聖一選手がヤクルトスワローズと正式に契約を結ぶということを皆さんにお伝えします。以上です。